もしかしたら若干聞こえて方が変わってるかもしれませんが、ちょっと、今、録画ファイル確認したところ、若干音声が二重になってしまっていたので、ちょっと、撮影方法を変えました。なので、聞こえやすくなっていたらいいんです。そういうことが多々起こると思うので、申し訳ないです。よろしくお願いいたします。今後も起こりうるので。じゃあ、行こう。ようやく。これが水晶玉です。取ろう。取るよ。やっぱそうか。あ、ファファファ、驚いただろう。わしはこの海の主、ザバンじゃ。しかし長い間待っておった。お前で何になるかの。今度こそ、この人を見ながら、かれこれ十数年長い歳月であった。前置きでこれぐらいにしておこう。いいか、次に答えたぞ。もしか。ああ、これどっち？はーい。おい、獣の人間。ただ言うというほど懲らしめてくれるわ。ああ、これ家にした方が良かったのかな。いや、もうはめる。ああ、呪われたー。まだ平気か。あ、いけんじゃん。一旦で終わんの、呪い。わお。呪文、ヤンガス。持ってないからな、あれを。バフかける。まだ持ってないからな。あ、平気じゃん。おい。おい、ちょ、回復させてくれ。何？もう、ゴリ押しするしかないんだけど。受け貯められるか。あ、呪われた、また。おい、やられちゃう。オッケー。あ、意外とこんなに苦戦することもなく。よし。からあなたに会った。いったいった、頭のひる傷が痛むわい。これもこれもお前のせいじゃぞ。何何のことだかわからないとな。だってよ、お主。でしょ、本当の注射ないな。皆まで言うな。おお、何なら、こういう拒絶も受け付けるその体質。これ水晶使いの占い師ではなかろう。水の流れになってこの王様も見に来たぞ。トロデーンという城が呪いによって一瞬のうちに茨に包まれたな。ただ一人の生き残りを残した。その一人なぜか、御車を乗せた馬車を連れて旅に出たという。ここで、じゃあそういうあれか。なんで主人公だけが旅をしているのかみたいな話が繋がってくるのかい？僕はやはりお主がそうであったが、お主が何故この水晶を求めるかわからぬが、水晶をお主にくれてやろう。その主に勝ったのだからな。やったー。最後に一つ、もしお前が水晶の音の持ち主に会うことがあったら教えてくれ。むやみに当たると滝つぼに物を投げ捨てるんじゃないとは。たぶん痛い痛い痛い。投げ入れた水晶玉が頭にぶつかったんだ。
あんま。なんてやつも入ってね、結構かわいそうなやつでしたね。先の人生となんか掘り込むから頭に怪我してたのでしょ、したんだでしょ。でもだとしたら、ぬいぬらはどうして自分の入った人生をしたりしたいんでしょうね。もう、でもそういうことだね。よし、じゃあ、戻るか。せっかくですから。ヒメラの翼でも使えますか。無理ですか。あ、無理なんだ。呪文じゃないと。マジか。ってことは逆に言えば、これ戻るときに何かあるかな。戻れないってことは何かしらありそうよね。だいぶお金も貯まったし、装備は整えられそうだし、いい感じ。売れば売れるしね、拾ったやつ。あ、ただこう、ただ進むだけ。ルーラがなんかを覚えればいいのかな。やっと着いた。長かった。着いてなかった。まだ、そっか。これででもこれあと一直線か。さっきの人いる？いなくなってる？違う。ここでこっちに行くとさっきの人に出会えるのか。待って。今のところもいいんでか、まっすぐ。で、あっちじゃない、こっちか。あれ？さっきの証人の方いなくなっちゃってる？いなくなっちゃってんな。ただ戻っていくのがいい。やっと着いた。もう使おうよ。よーし。あー、まあいいよ、しよっかな。止まる？止まって一回体力回復するかな。防具。もう持ってんな。もういいか。もうここに売ってるのはもう二人ともこれ以上成長できないんでやめておこう。で、ここなんだ、ここなんだか忘れたな。落ちてもしょうがないみたいな。偽どっちかってお前さん本当の本校時代で出てすぐもやるのが日生も、もう一つある門が南門たつさ。もっとも死んだところで深い谷がその後ろまでいけないみたいな。普通にこのあれか、一般人。だか。あとは5ゴールド。
ある戻る頃と思っていたぞ。どうやら夜間に頼まれた日を、品を見つけてきたようだな。だって物々になればそのくらいのことはわかるわい。この玉がただのガラス玉でもな。しかし、お主も大概のおせっかいだの。だが、なことよ、いくら本物の水晶を持ってきても、また捨てるのみ。何？適当には捨てるな。当たると今度は古傷が開くだと、わけがわからんぞ。迷いはいいがよく聞けよ。わしはどうして水晶を捨てたか、その理由はよりも知らんことだ。ましてや、あんたらなぞ。この水晶を残せ、今度は二度と拾ってこれねえよ。粉々に砕いてくれる。やめてやめてよ、お父さん。私も知ってるから、ずっと前から私。なぜ水晶を捨てたのか、知ってたから私。お前、いや、自分の本当の、あ、でも私はお父さんのせいで両親が死んだなんて思ってないよ。いや、今、そこまで知っていながらどうしてそう思う？このわしを恨んでも。お父さんはただ占いをしただけだもん。私は知らないけど、お父さんの占いってとってもすごかったんでしょ。だからどこに逃げたのかわからなかった。私の両親の居場所もあっさりと当ててしまったんだよね。悪い人なんだかな。ユニメだのか、ご両親が。あの頃、わしに占えないものなどないと思っていた。わしの名は世界中に鳴り響き、わしは有頂天であったよ。占えることは片っ端から占ったもんじゃ。自分のことばかり考えて、頼んでくる連中が善人か悪人か、そんなことすら考えなかった。あ、悪い人たちに追われてたのかな。だってさ、一人ぼっちになった赤ちゃんの私を育ててくれたじゃん。私見てみたいな。透明だった心の自信に満ちたお父さんを、どんなことでも占えたお父さんを。ウリも。おう。とりあえず寝て起きてやることといえば、棚を漁ることですね。モーゼ大学って、あれ読んだっけ？大学さ、あ、これ見たな。なんでこの時間に起きたんだろう。起きてきたか。もう昼だぞ。この時間まで寝込むとは本当に疲れていたのであろう。だからお主らに言わねばなら、お主らの持ち帰った水晶もほらこのように収まるところに収まったぞ。こうやって真剣占うのは何年ぶりかの。これもお主らのおかげだ。ライラス誰か。お亡くなりになった、探しに来た人か。これはどうしたことか。見えるぞ。道化師のような男が南の関所を破っていったらしい。南。そうだ、ラサライラスを手にかけた犯人じゃ。こいつは確か、いや、だいぶ感じが違っているが、あの昔、ライラさんの弟子であった。ドルマゲス。なんだって？ああ、兄貴、ドルマゲスって、いや、兄貴はトルドのおっさんが追っていた、昭和の魔法使いの名前じゃ。で、その先は、もっと詳しくわからないのか？いつから起きた？詳しくちょっと待ってくれ。これは、確かに昔、わしが持っていたものに違いない、ここに小さな傷のものがあるぞ。相当硬いものにぶつけてしまったようだな。その傷の横に小さな腕で落書きがあるぞ。なになに？アホじゃと、誰がアホで言って、どこが 違うでげて、あっちはもっと詳しくっていうの、その 水晶について詳しく。兄貴。水晶について詳しく知りたいわけじゃねえよ。兄貴。娘っち、ゆりまちゃんを起こせ。起きとるやないかい。昼間か、そういえば。ありがとうございました。相変わらずひねくれ者ですが、父の目がいきじっと輝き出したのが私にはわかります。あの目が、私がまだ小さい、いない頃の父なんですね。私には本当に両親がいたみたいですが、そんなことちっとも気にしてません。意外かもしれませんが、小さい頃の私にはとっても優しい父でした。ごめんなさい、私ったらおしゃべりですよね。かわいい。どこか気をつけて。あの小さい緑色のおじさんにも伝えてください。本当にありがとうって。この子連れて行きたい。
とりあえずこの割れた壺を見て僕らのことを思い出してほしい。同じことを言うんじゃありませんよ。ああ、もうみんな事情がありそうなので聞かせてくれるか。あの、俺たちはあのうまいけど手がかりを求めてアサラネスを訪ねてきたと。そしてそのライラスはすでに亡くなっていたというわけだな。しかし後ろ占いではこのソルドルマゲスこそがライラスと何かけた犯人じゃ。面白い人物を引きたかったのか、それとも他に理由があったのか、そこまではわからんが、とにかくドルマゲスは石破より南に向かったようだ。南にはリーザスという小さな村があると、わしが分かるの方までじゃ。俺たちが違いだったら気をつけて行くなぞ。どうかもう行く気はねえの。行くなさい、デキス。あ、ちゃう。あ、違うんだ。自分変じゃろって。あ、もうあれか、もうあとは進むだけか。そしたらここはね、一回終わりにしようかな。本当は昼間じゃん。あ、シンプソンが、次がリーガルだっけ、リーザス。同じ人でライラスを南の関所ね、南に向かいます。次回ね。ということで、次回、南の関所を破ったとやつを、犯人を探しに行こうと思いますので、どうかよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。you